どうもジュリマスです。今回の動画は、僕ねゴキブリを飼育しているんですけども、そのゴキブリってね、種類によってちょっと食性が変わってきたり、この餌は食べないけどこの餌は食べるみたいな、そういうのがあるんですよね。だからこれ聞くと皆さんね、多分ゴキブリって何でも食べんじゃないのマジでみたいな感じで思うと思うんですけども、実際そうなんですよ。でその中でも僕が飼育しているエイブラビルスポスティカスっていうやつがいるんですけども、この子ねすごく肉食傾向が強い雑食性のゴキブリなんですけど、でそこでねいつも与えてるのが、昆虫ゼリーとか与えてるんですけども、こちらの熱帯魚の餌がすごい好きなんですよ。で、それをねどれぐらい好きかっていうのをね映像で皆さんに見せていただ見せると、すごいね面白い、なんか分かんないけど、そんな感じになるんじゃないかなと思います。はい、なんでね今回はそのエイブラビルスポスティカスのゴキブリにこちらのテトラネンを与えてどんな感じに反応してくれるのかなっていうのを見ていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。もうグダグダやな。はい、はい、ということで今映っている子たちが僕が飼育しているエイブラベルスポスティカスになります。で、この子たちね、見てわかる通りね、血がねこうボロボロになってるんですよね。で、これなんでかっていうと、お互いにね血をかじり合う習性になってるみたいで、そういうのでね、美麗種なのにこう傷つけてしまうっていうね、ちょっと残念なゴキブリですね。はい、それがあるからこそこう飼育してて完璧なこの血がちょっとねこれボロボロになってるんですけども、綺麗なやつが生まれてきた時は感動がね、普通のゴキブリに比べて大きかったりするんですけども、早速ねこの子たちに与えていきたいと思います。で、肉食傾向が強いといった風に、マウスとかヒナウズラとか、だからこう飼ってるヘビが食べなかったマウスとかをこの中に入れとくと、もう骨だけに、次の日になったらそれだけになってたりもするらしいです。なんでね、そういうちょっと処理に困っている方は、エイブラベルスポスティカスを飼ってみるっていうのも一つの手なんじゃないかなと思います。はい、ということでまずはね昆虫ゼリーを置いて、この上にね、映っているっていうか、テトラネオンを与えていきたいと思います。ちょっとねすぐ横にいるラットの、スキニーラットのささみちゃんとチャーシューがね、なんかちょっと暴れてるんですけど、それはね気にせずやっていきましょう。もう早速ねちょっと昆虫ゼリーに気づいてる感じなんですけども、でもそこまでは詰まってないですよね。で、ここから熱帯魚の餌を入れるともうすごい勢いで集まってくるんで、ちょっと必見です。これはもうやばくないですか。もう地中の中にいるゴキブリたちもすぐ来て、もうどんどん集まっていくんですけども、ここからね観察していきましょう。
はい、ということで、ちょっとね、熱帯魚の餌入れすぎたみたいで、なかなか食い終わらないんですけども、まあね、皆さんにどれだけ、こう、ゼリーと違ってね、熱帯魚の餌入れると、ちょっと僕の声でみんな逃げちゃったけど、まあこういう違いが分かったんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回の動画こんな感じで終わっていきたいと思うんですけども、他にもね、僕が飼育している爬虫類とか基地の動画だったり、昼に血を吸わせたりとかいろんな動画も上げてますんで、よかったら、見ていただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。